こんにちは、サトシンです。ノープライヤー、実は動画以外ではほとんど使っていません。ということでですね、今回やるのはこちら、ポップコーンをノンフライヤーで作ってみよう。こちらのノンフライヤーで果たしてポップコーンは弾けてくれるのか、やってみたいと思います。ちなみにポップコーンの正しい作り方はお鍋にやるやつですね。実験していきましょう。ちなみに中身はこんな感じとなってます。さあ、お鍋に多分いっぱい入れちゃうとそんな弾けないと思うんで、そこに平らに引いていきたいと思います。よし、これで混ぜる。ネットで調べたところによると200度で弾けてくれるらしいです。で、これのマックス温度が200度ということで、200度で10分やっていきましょう。さあ、これでね、ポンポン弾ける音がしたら僕の勝利です。待っていきましょう。はい、6分を経ったところでポンポンと音がし始めました。これはもしかして完成、成功するかもしれません。そして部屋中がポップコーン臭が半端ないっす。どうでしょうね、少しだけポンポン音がしたんですけれども、3、2、1、ポップコーン。10% ぐらいがポップコーンになってくれました。それではこちらのポップコーンを取り出してみましょう。完成したポップコーンだけ取り出してみます。こんだけのポップコーンができました。いただきたいと思います。ノンフライヤーで作成したポップコーン、いただきます。うん、まだ 100% 弾けてるんじゃなくて7割から8割弾けてくれたポップコーンたちです。ちょっと種感がありますね。というわけで以上、ノンフライヤーでポップコーンは作れるのかという実験でした。また次の動画でお会いしましょう。今のところノンフライヤーでは冷凍食品のフライドポテトが一番美味しいです。じゃあ、鍋がないのでフライパンで作りたいと思います。やめてー、散らからないでー、やめてー、うわー。